ヘイラルト・ファン・スパーアン・ドンクは、オランダの画家である、著名な植物画家の一人である、ティルブルフに生まれた。弟のコルネリス・ファン・スパーアン・ドンクも、また、花などの生物画を得意とする画家になった。1760年代に、アントウェル・ペンで、画家のウィレム・ジェイコブ・ハインズに学んだ。1769年に、パリに出て、ルイ16世の王室付けの細密画家を務め、 1780年にマドレーヌ・フランソワーズ・バスポルトの後を継いで王立植物園の植物画の教授となった。後に美術アカデミーの会員になった。油彩画、水彩画の両方を描いた。フランス王室が水彩植物画を集めたことで知られる王立図書館に50点を超える作品が収められた。1799年から出版された自然の花図は 植物版画を学ぶ学生のための見本として知られる。1788年にアカデミーのアドバイザーに任じられ、1795年にフランス学士院の創立メンバーとなった。1804年にレジオンドヌール勲章を受訓し、ナポレオンによって貴族にされた。スパンドは植物の学名で命名者を示す場合にヘイラルトファン、スパーンドンクを示すのに使われる。 ありがとうございます。